西ですね。今日は琉球海岸線、昨日のトロピカルビーチでやっておりまして、自宅のベランダから琉球海岸線を進めております。あれ？どうしちゃったの？もう終わったのかな。まだ続いてるはずなんだけど。始まった始まった。そう、むちゃくちゃ混んでます。で、なるべく早く買い物とか済ませて帰ってきたっていう感じです。来年こそはこの会場で見たいな、ビーチで見る花火、うん、来年こそ行きたい。でかっ。宜野湾のトロピカルビーチ琉球海岸線でございます。日本で一番早い花火大会。今これ手に持ったスマホでライブ配信しておりますけれども、もう一台三脚の方にくっつけたカメラありますので、後ほどこれはYouTube の方に動画アップロードして、リンクを貼っておこうと思いますので、楽しみに。息子さん大興奮です。はいはい、あ、シェアありがとうございます。おお、おー、でかい。おお。はい、こちら宜野湾市トロピカルビーチで行われている、日本一早い花火大会、琉球海援祭の様子を、今自宅のベランダから見ております。なんでアンパンにし